今シーズンの開幕戦、松田さん、はい、この斉藤愛理は去年プロテストに合格して今シーズンの開幕戦で幅なしくずデビューを飾りました。いきなりの優勝でした、はい、戸惑いもあったでしょうね、プロになってだんだんじゃなくて急に優勝して、はい、プロっていうのがこういやゴルフやってればいいだけじゃないっていうね、うん、たくさんなんか学んだんでしょうね。この1年の本当に大きな1年だったでしょう。前年度にプロテストに合格した人ものが、翌年の開幕戦で勝つというのは LPGA 史上初の快挙でした。リコーカップ初出場の斉藤愛理、今のティーショットいかがでしょう。はい、足も腕も体もちょうどこういい感じで動いていますので、はい、タイミングが良かったということですね。はい、